こんにちは。メッセージありがとうございます。ももさん、ディファイの方ね、こちらの方興味持ってみたんですね。まあちょっと金融の知識も必要だったり、自分でね解決する能力がかなり高く求められますので、もしね分かんないまんま解決できないようでしたら、これはねあまり手を出さない方がいいと思います。やっぱり新しいチャンスではありますけども、正確にことをつかめなかったらリスクはつきまとっちゃうんでね、ちょっと難しいと思いますよ。その中で、メタマスクの BSC の設定のことですけどね、これはねそんなに難しくないんですよ。私がいろいろ説明するよりも、ここを見たら分かるんじゃないのみたいなリンクを貼っときますし、これはねメタマスク BSC で検索するとトップに出てくることなんで、検索するのもそんなに難しくないんですよ。でそういうところから習慣づけていったらいいんじゃないかなと思います。メタマスクのバイナンススマートチェーンの接続方法がわからないんじゃないかなということで、ご質問いただいたように私は受け取りましたんで、そちらの方で、ね、URL つけておきますので、ちょっとご覧いただければと思います。いかがですかね。ちょっとくしゃみ出そうですね。すいません。一旦動画切ります。